セウトポリスは古代トラキア人の踊り祭王セウテス三世が紀元前325年紀元前315年に建設したヘレニズム都市。現在、その遺構がブルガリアのスタラザゴラ州火山落に近いコプリンカ貯水池の湖底に残っていて数キロメートル北方にはトラキアの数多くの王墓が残っている。南極サウスシェトランド諸島のグリニッ島にある セウトポリスミネは、この古代都市セウトポリスにちなんで命名された。セウトポリスの区画、セウトポリスは古代にリシア的ないわゆるポリスではなく、あくまでもセウテス三世とその宮廷の在所として建設された。彼の宮殿は、サモトラ家の神々、カベーロソを祀る神殿の役割も果たしていた。町のほとんどは、王国の政治的な施設で占められており、 トラケア人とギリシア人からなる大部分の住民は町の外で暮らしていた。紀元前281年にはケルト人の協力を受けた。セウテス3世の宮殿の特殊な役割から彼が最主要であったことがわかる。彼は踊り祭のトラケア人における壁入りを祀る最高位の祭司でもあった。この区域にはディオニューソスもしくはサバジオスの聖書もあった。 セウトポリスの墓地には、放火状墳墓や、墳丘墓が見られる。こうした墳墓,墓は、上層階級の人物のものと見られ、中には、馬と共に埋葬された例もある。より下流の人々は仮葬された上で、ささやかな墓地に葬られた。セウテス三世の増1948年、ゲオルギデミトルフチョ水池の建設中に、考古学者がセウトポリスの遺跡を発見した。 しかし工事は続行され、遺跡はダム湖の底に沈むことになった。ただ、共産主義政府はダムの完成を1956年に延期し、考古学者たちに6年間の猶予を与え、その間にできる限り研究を進め遺物を保存することになった。セウトポリス遺跡で見つかった中で最も重要な遺物が1953年に宮殿跡で発見された。 大秘文と呼ばれるものである。ギリシア語で書かれていることから、トラキア人は、紀元前3世紀にはすでにヘレニズム化していたことが分かった。2005年、ブルガリアの建築家ジェコティレフが、貯水池の中に、円筒状の壁を建設して、固定のセウトポリスを再建し、世界遺産登録と観光地化を目指す計画を打ち出した。周辺の自治体やファンドなどが、 この計画を支援しているが、ティリフは、この計画に少なくとも5000万ユーロが必要であるとしている。ヘビ型の遺物。紀元前4から3世紀セウトポリスが沈むコプリンカ貯水池。ありがとうございます。